皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回ですね、前回に引き続きまして、化石のディスプレイのアップグレード、2回目になりますけれども、今回はですね、こちらの実際に使用するフォトフレームの、この表面ですね、ここを、ちょっと、作っていきたいなと思うんですけれども、前回の動画で言いましたように、この表面をですね、アンモナイトセンターの露頭をちょっと模した表面の質感にしていこうかなと思うんですけれども、それをどうやって作っていくかといいますと、ここにありますけれども、粘土ですね、粘土をこの辺にこう盛り付けて、その形を作っていこうかなと思うんですけれども、使う粘土はとりあえずうちに余ってた、紙粘土なり、このよく本当によく使うんですけど、石油粘土ですね。で、やっていきたいなと思うんですけど、一応デザインの、ラフスケッチ的なものはちょっと書いてみたんですけども、こちらですね。一応この全体的な大きさっていうか、形は大きく変えずに、その上に粘土を持って、ちょっとね、露頭っぽくしてみたいと。こう出てるのは、細かい石みたいなものをちょっとね、出っ張られてみたいという感じで、ところどころにこう、化石なんかが入ってますけども、これも、極力実物を使って、作っていけたらいいなと思うんですけども、で、この上にちょっと目立つタイトルを、レリーフ的な文字で作ってみたいなという感じですね。で、色使いは、この露頭のところは多分グレーになるとは思いますけど、この文字のところはちょっと、バランスを見てですね、あんまりこう派手になりすぎないような色でちょっとこの辺をタイトルつけてみたいなと思います。じゃあですね、このフォトフレームにですね、もう直接、粘土持っちゃってもいいんですけど、ちょっと考えがありまして、今後ですね、一度作ったやつをまたなんか作り変えたいなとか、した場合にですね、これくっつけちゃうともう剥がせなくなっちゃうので、簡易的にこう取り外しができるような機構にしてみたいということで、一応ここにですね、こういう金属があります。これ、ダイソーで売ってる、金具なんですけど、これを金具をまずここにつけて、で、こちらに、超強力マグネットってありますけども、ここにかぶせる粘土側にこのマグネットをつけて、こちらに受けになるこの、金具をつけることで、ここにバチッとつけられるんです。これ超強力マグネットなんで、かなりこう強く、つけることができます。だから簡単にこうポロって外れちゃったりってことはないとは思うんで、こうやって、マグネットで取り付けられるようにしたいと思います。というわけで、極力反りをね、抑えるために、これに被せるフレーム的なものをちょっと作ってみたんですけど、作品第一号がこちらですね。これはもう本当に、スポットこういうふうに被せられるんですけど、この板が厚いもんで、せっかくこの小ささがね、良かったわけですけど、これだと、二回りぐらい大きくなっちゃって、ポラロイドのやつとそんなに大きさが変わんないぞということになっちゃうので、これはちょっとボツにして、さらにこちらですね、これはこの外側の板を薄い 2mm のものに変えたやつなんで、これならサイズをほぼ変えずにこのフレームをつけて極力反りを抑えられるということになると思うんで、こちらでね、ここに粘土を持っていく感じにしたいと思います。というわけで、石油粘土を、水というかお湯に溶いてですね、
こういうふうにペースト状にしたものを作りました。はい。まあ、完全にドロドロにしてしまうんではなくて、若干こう、ダマが残ってる感じですかね。そういうふうにした方が、まあ、ちょっとね、露頭の、こう、ゴツゴツした感触ができるかなと思うんで、まあ、若干こう、ダマが残った状態にしてます。はい。で、これをですね、こちらの、フレームの表面にこう、薄くまずは塗っていきたいと思います。はい。はい、というわけでですね、ぐるりと一応粘土のペーストをこう塗った状態です。はい。で、これをですね、乾かして、で、まあ、どんくらいこう反るのかね、ちょっとそれは未知数なんですが、あ、まあ、とりあえず乾かして、どういう感じになるかっていうのをね、見てみたいと思います。まあ、はい、というわけでほぼ24時間、乾燥させたものなんですけど、まあいい感じに表面に薄くコーティングがされて、こう変に反ってる状態でもないんですけど、まあ部分的にちょっと、やっぱりもう樹脂自体が水を弾くと思うんで、こういうふうにちょっと、抜けちゃってるところはありますけど、まあそんなに大きくはないんで問題はないかなと思います。じゃあこの下にあるビニールからこれ剥がそうと思うんですけど、綺麗に剥がれればいいんですけど、ここにこうちょっとバリができてるんで、これは、まあ、カッターで削り落とそうかなと思います。はい。一応綺麗にほぼまんべんなくコーティングができたと思います。はい、はい、じゃあですね、バリが取れましたんで、さらにその上からこう粘土を持っていきます。はい、こちらですね、前日、塗ったものよりもちょっと水気を少なくして、ちょっとね、ドロドロの、粘性の強いものを上に塗っています。はい、はい、というわけで粘土盛り付け終わりました。だいぶこう厚く塗ったんで、まあこれ乾くの結構まだ時間かかるかと思うんですけども、乾いた後にですね、当然この色を塗ろうかと思うんですけども、その前にちょっとプラスアルファで、はい、こちらですね。これは何かと言いますと、アモネセンターの露頭から出た化石をクリーニングした時に出た、まあ、実際の、岩の、まあ、粉末ですね。ルーターでこう削ったりして出た、こう粉末になるんですけど、まあ、これを、まあ、テクスチャー的にこの上に振りかけて、まあ、リアルな表面作りをしたいなと思うんですけれども、まあ、一応こう振りかけた上から一応色は塗ろうと思います。はい、というわけで石の粉末を、振りかけてみたんですけど、まあ、今の状況ではね、ちょっとカビの生えたケーキみたいな状況になっちゃってますけども、これ乾けば、ちゃんとね、灰色に、薄い灰色になると思うんで、で、乾かした上でそこからさらに色を塗ってですね、表面を整えていきたいなと思います。はい、はい、まあ一応ほぼ丸1日くらいで乾いたんですけど、まあ念のため、2日ぐらい置いてみました。はい。で、まあ、これ表面は一応乾いてるんですけど、この振りかけた、まあ砂ですね。砂が、この、接してるところ、下の、粘土に接してるところは、まあ、ほぼくっついて固まってるんですけど、その上に乗ってるだけのやつもあるんで、そこは触っちゃうとね、
ポロポロポロってこう取れてしまうので、まあ、この上から絵の具を塗って、まあ、全体的にこう押さえる感じにして、で乾かしていきたいと思います。はい、というわけで、まあ、白に若干黒を入れて、ほんの少し茶色を入れた、色で、まあ、ちょっと色を作ってみたんですけど、まあ、この色に合わせたいとは思うんですけど、まあ、若干明るめの色で塗って、そこに、ちょっとね、汚しを入れる感じの色にしたいなと思うんですね。はい、じゃあとりあえずこれで塗ってみたいと思います。というわけで一応ぐるりと色は塗り終わりました。で一旦これを乾かしてですね、若干この、表面をですね、さらに汚すというか、ちょっと暗めの色でちょっとね、汚しを入れていく感じにしていきたいと思います。はい、まあ、一応リアルな砂を使ってるので、まあ粘土だけで作ったものよりはね、表面処理がかなりこうリアルな感じになってるんじゃないかなと思います。はい、ちょっとまあ全体の色を合わせるのがちょっと難しかったんで、ちょっと色ムラはできてますけど、まあその後でちょっと汚しを入れるんで、それでちょっと色はね、こうね合わせてみたいなと思います。はい、というわけで、まあ、最初私汚しって言いましたけど、まあ墨入れみたいな感じに思った方がいいんですかね。まあ墨入れっていうのは、まあちょっと暗い色を思いっきりこう水に溶いて薄くしたものをこうまあ塗っていくんですけど、そうするとこうちょっと盛り上がったところの周囲にですね、こうその液体が吸い寄せられて、でそれによってですね、若干この凹凸を強調して見せることができるという感じですね。はい、まあ、最初のなんかこうのっぺりした感じの色よりはちょっとね、凹凸にこう表情が出たんじゃないかなと思うんですけども、まあ、これ、まあ、一応ほぼ大体乾いてますけど、やっぱこれももうちょっと時間を置いてですね、完全に乾かしてから、この表面にですね、まあ、リアルな化石の装飾をちょっとつけていこうかなと思うんですけど、まあ、極力化石は本物を使いたいというところなんですけども、まあ、アンモナイトだけちょっと、作り物になっちゃうかなと思うんですが、まあ、極力本物を使っていきたいと思います。はいはい、というわけでフレームの方は乾きました。ただもう表面をね、あの保護してないんで、やっぱあの、いつもの路頭の石と同じようにこう乾くとこう粉が吹いたような感じになって、こう触るとこう表面がポロ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 取れていっちゃう感じになるんで、まあ極力早くね、この上にこうデコレーションをつけて、でまあ表面の保護をする、まあニスを塗るなりしたいんですけど、まあここに乗っける、まあ化石として、まあここにちょっとねつらつら並んでるんですけども、まあこれ最近まあ取った、まあ、二枚貝とか、まあ、ここにサメの歯もありますけど、で、まあ、アンモナイト、まあ、作ってもよかったんですけど、まあ、サイズ的にちょうどいいのは、これですね。はい。今年の、3月11日に取れました、この、ゴードリセラスっていうアンモナイトなんですけど、まあ、このサイズ的に、まあ、ここにくっつけるのがちょうどいいかなっていう感じなんで、まあここをね、切り取って、ここにつけられるようにしたいなと思います。はい、
意外とあっさり取れましたね。はい、これがちょうど綺麗にこれ断面というか接してた部分で外れました。はい、これを、まあ、もうちょっと綺麗にして、つけられるようにしたいと思いますね。はい、はい、じゃあ、まあ、こんな感じでこの右上の隅っこにつける感じにしたいかなと思います。はい、こんな感じですね。はい、というわけでこちらフォトフレームにかぶせる、カバーなんですけれども、まああのあといろいろ色塗ったりなんだり、なんやかんやありまして、まあこんな感じになってるわけなんですけれども、まあ、この化石のね、この教会とかに持ってあった粘土のところに色を塗ったのと、全体的にですね、さらにこう水に溶いた露頭の砂をこうずーっとこうまぶしまして、まあ全体的にちょっとね白っぽくなってきてるかなとは思うんですけど、まあ、雨降った後に数日こうね露頭の石を乾かすと、表面にこう砂がこうね浮き上がってきて、もう触ると、指についちゃうくらいの感じになってる状態なんで、まだこれ表面保護はねしてない状態なんですけども、まあこれで概ね完成ということで、一応ね、この上に、まずニスを塗りたいと思います。いつも、まあ、化石クリーニングとか使ってる、まあ、艶消しの、ニスをまずこの上に塗っていきます。はい。で、あらかじめ、作っておいたんですけども、このレタリングですね。はい。事前に書いたスケッチでは、この、上段に1列で割って入れようかなと思ったんですけど、まあ実際このレタリング作ってみると、ここのスペースにちょっと入んないんで、まあフォッシルを上段にして、まあシアターを下段につけてという、まあ上下にこう分けて、ある感じで作っていきたいと思います。まずは、このレタリングの前に、この前、周りにこの、ニスを塗ります。はい、じゃあニス乾いたんで、このレタリング貼っていきたいと思います。これでほぼ完成なんじゃないかなと思います。はい、
はい、というわけで完成しましたね、このフォトフレームなんですけれども、まあ、実際にですね、この化石の、キャリーバッグにね、ちょっと入れて実際にどんな感じになるかっていうのをね、見てみたいと思います。はい、はい、というわけでですね、今これ入れてあるのは、まあ、没収化石の内容だけなんですけども、まあ、これに加えてですね、あんまり、見せていないこの下にある化石ですね、はい、サメの歯とかいろいろ前編の方であったかと思うんですけど、それをまあ加えて、まあ、この下の方にあるですね、サメの歯とか、はい、いろいろありますんで、まあ、そういった内容も付け加えて、まあね、これにプラスしていきたいなと思います。はい。まあ今にしてみれば、このレタリングを上限にしちゃったのは、ちょっと下がね、パッと見た感じ、下が見えなくなっちゃうんで、まあそれはちょっと失敗だったかなっていう感じはするんですけど、まあ最悪設置場所をね、もうここじゃなくて、まあこの辺にするとか。いう感じで、まあなんとかなるとは思うんでね、はい、そこはまあ後で工夫したいと思います。はい、というわけでですね、この、表示装置であります、まあ、フォトフレームですね、大したもんではありませんけど、まあこういう感じで、完成しました。まあ一応これをですね、まあ体験発掘の時に、まあその体験発掘場のそばにあるベンチの上に置いておいてですね、まああの来てくださった方にまあ見ていただければなという感じで、今後ね、やっていきたいと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンも、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。